はじめまして、こんにちは。この度、セントケア仙台松森小規模多機能の所長を務めさせていただくことになりました、川合雄平と申します。セントケアに入社して、最初の5年はグループホームで、もう5年をデイサービスで経験させていただきました。たくさんのチャンスをいただけるこの会社の体制や、手厚くとても親切にサポートしていただける上長がたくさんいるこの会社が好きで、10年間頑張ってくることができました。これからも、いろいろなことに挑戦させていただきながら、自分らしく、そして何より楽しく働くことができるよう頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。小規模多機能は最大29名以下の少人数登録制ですので、柔軟な対応や個別の対応が可能となります。訪問、通い、泊まりの3つのサービスを上手に活用していただきながら、その方の在宅生活を支えるというサービスです。訪問では調理やお掃除、服薬の確認といった支援があり、通いと泊まりでは季節に応じたイベントを企画したり、入浴の支援や夜間の様子を見れたりと、より幅広くお客様に関わることができるのが小規模の大きな魅力かと思います。小規模多機能経験者はもちろんですが、訪問介護しかやったことがありませんという方や、デイサービスのみ経験がありますという方でも、すぐにその経験を生かすことができますし、同時にやったことのない新しいサービスにも挑戦することができます。介護の幅と深みを同時に追求することができるのが小規模多機能の最大の魅力かなと思っています。お客様がどんなことにお困りで、どんな生活を送っていきたいのか、どんなサービスを求めていらっしゃるかということをきちんと私たちが把握をして、それに対して何ができるのか、何をするべきなのかということを、スタッフ一人一人がチームの一員として模索し続けるような、そんな営業所にしていきたいと思います。